はい、皆様おはこんこん、どうもそうすけです。初めましての方は初めまして、どうもそうすけと申します。でね、今回からねまた新しい企画やっていきたいと思います。新井貴弘サムライビスということで、結構ねリクエストが多かったかな。何個か、そうですね、何人か来てましたね。大体はね1人とか2人が多いんですけど、今回複数人来たということで早速やっていきたいと思います。でね、一応能力確認をしておきたいかなと思います。こんな感じです。まあ、アップデート入ってね結構能力伸びたんじゃないかなと思いますね。チャンスがレベル3っていうのはかっこいいよね、またね。でこんな感じです。ちょっと右ミート、僕のね印象、左ミートの方が高い印象やったんですけど、今回は右ミートが高いですね。こんな感じですね。バント三振も、三振とか消したいけどな。でミートも上げたいしって感じですね。あとびっくりしたのがね、ストレート系苦手なんだ。あとびっくりしたのが、年収っていうか年俸が2000万しかないんだね、新井さんって。もっと高いんかなって思ったけどね。まあ、そこまでしてこうフルスに戻りたかったというか、レギュラーとしてつきたかったというか。でもその粘り、その中根性というかね、それが実を結んで今は完全にね広島の主役として頑張ってますよね。あとは順位がついてきてくれたらなと。新井さん自体は好きなんでね、まあ、辛いさんとかね、月2マシンとかいろいろね異名は持ちますけど、ホームランを取った、打点を取った人でもありますしね、いい選手なんじゃないかな。僕は阪神いた時代僕は好きでしたし、4番もねずっと打ってはったので、いいですよね。ということでね、難易度は、まあ、強いから始めていこうかなと思ってます。まあ、そこまで能力がびっくりそう高いわけじゃないです。結構ねバッター陣能力が高い選手でやってきたのもあるんで、あんまり打てないんじゃないかなということで、強いから始めていきたいと思います。ということでね、目標なんですけど、どうしようかなって考えてて、多分ほとんど強振で打つんじゃないかなと、いつも通り。まあね、率があまり残せなかったらそれこそ考えますけど、まあ、珍しく打点を狙ってみようかなと、今回は思いました。チャンス強いっていうのもありますし、まあ、そこまでねホームラン打てるかって言われたら難しいんでしょうけど、今回打点を狙いで、特にチャンス、得点圏打率と打点にはこだわってやっていきたいかなと思います。まあね、そこまでガチッとした感じではないですけど、まあ、楽しくやっていきたいと思います。で、取り方なんですけど、まあ、いつも通りかなとは思うんですけど、なんかね要望があったりリクエストがあればそれに答えていきたいかなと思ってます。まあ、守備操作そのあたりはしない予定ですね。まあ、しても一塁手ですしね、やっても面白くないかなということで、ランナー操作、守備操作はしない予定です。いつも通りね3試合ずつ取っていきたいと思ってます。ということでね、開幕3連戦ヤクルトだね、頑張っていきましょう。久しぶりに広島の企画かな、黒田ぶりかな、楽しみだね。レギュラーだよね、5番か、いいね、またいい打順だね。5番とか初めてなんじゃないかな。はい、どうも。はい、いや、いいね、広島頑張っていきましょう。まあ予想なんですけど、結構ペナントレース広島強いんですよね。だから結構チャンスとかね、敗戦処理とかのピッチャーが出てきてくれる可能性が高いんじゃないかなと思うので、便乗してねガンガン打点を稼いでいきたいかなと思ってます。だからね、ほんとホームラン狙いではなく打点稼ぎというかね、二塁にいたりすれば強振で打つし、三塁にいれば追い込まれたらミート打ちでもヒット打ちに行きたいかなと思ってますね。よし、やっていこう。まあ阪神にいた時代はゴメスにね、まあ結局的に、そのポジションを取られたっていう感じではありましたけど、いやー、広島にて活躍してよかったね、本当。よし、初球丸か、初球あたりを狙っていきたいね。初球丸でチャンスレベル3やったらめっちゃミートでかくなるんちゃう。オープン戦ではあまりチャンスで回ってこなかったイメージでしたね。っていうか、ほとんど寝ぼけてやってたんで、ね、あんまりこう記憶にないんですから。気持ちよくスタンドに持っていきたかったな、今のはもったいね。寝ぼけてやったんですけど、ギリギリ6本ヒット打って最弱になるのにね、何してるんやろ俺とか思いながら。いや、ナイスボールやったね。ヘッドスライディング持ってるよね、新井さんって、きっと。いや、またいいところでヘッドスライディングが見れるんじゃないかな。
本当、まあ言い方悪いですけどネタ選手っていうところもありますよね。うん、そういうとこが好きですけどね僕は。ネタ選手と言いながらもやっぱりこう一生懸命やってるというかね、うん、成績もしっかり残せてるっていうのがまたいいですよね。月マシンとは打点王もホームランを取ったことある選手なんでね。いいよね。応援曲つけようか次の試合で。忘れてたね。厳しくないコースのストレートあっさり見送りました。ワンボールツーストライクです。ナイスバッチ。落ちろ。いや結構捉えたけどね。結構捉えたというか。まあ大体ね選手になれるまでは活躍できないっていうのが僕のパターンですから。うん。最初は苦労するんじゃないかな。だいたい帳尻合わせで後半すごく良くなってくるパターンが多いので僕はね、うん、いつも通りじゃないかなきっと。ダメだね、なんか打てる気がしねえあんまり。ワオ君さすがですね。結構あれだね、マイナス能力も多いんだね、うん、でも小川君のリクエストは来てないですね。そんなにないのかな GO っていうのがね、うん、え押したつもりなかったんやけどな。はい、言い訳やめときましょう。よし打とう。ここでね一発打ってこそ新井でしょう。新井打たなくてもチームは勝つっていうね、このチーム力の高さ。ナイバッチ、いやーよかったね、なんとか1安打。結構やりやすいかな思った以上に。うん、おいいね、得点に絡んでるよ。ちょっと平凡な開幕でしたけど、うん、これから楽しく遊んでいきたいかなと思ってます。なんかこうね、なんていうかな、こう面白いことができればいいんですけどね。まあそのいろいろ考えたんですけどね、やっぱりこう固定されてる、ゲームなので、おすごいね、開幕戦でノーヒットノーランってかっこいいね。うん、やっぱねそのできるものが決まってるというか、うん、難しいところはあるので、まあ2戦目やってきます。なんとかねこう最終的にはこういい形で何かね残せればいいかなと。単純にやるのも面白くないのでね、まあ新井さんですし、うん、こうネタ的なものも作れたらいいのかなとね。こう、なんか面白いことがしたいね、できれば。まあね、そのやっていくうちにいろいろ考えていきたいかなと思ってます。まあ言ってしまえばね、その同じような動画になってしまうんですよ、結局は。選手は変わりますけど、ね、もう言ってしまえばその打席に立って、普通にヒットを打ったり三振したりっていうのは変わらないんでね、どこかでこう差別していきたいかなって今考えてます、いろいろと。うん、まあ、要望があれば答えていくので、なんかあれば、うん、言っていただけたらなと思います。いや、もったいないな、今のとかね。うん。いやー、そんなに甘く来るなら強振したかったね。行く？間に合う？どうだ？はい。いや、暴走とかいいね、初回から。まあ、別に暴走したかったわけじゃないですけどね。いや、とりあえずこんな感じでね、打点にこだわっていきたいかなと思ってます。うん、楽しくやっていきましょう。何やかんや4割か。まあ強いなんでね、ある程度は打てるんじゃないかなと思って。こういうのはどうなんだろう。今のとか山田くんとか筒香やったらホームランでしょうね。やっぱりこういうのがちょっとミート力の低さっていうのは辛いですよね、正直。まあそういうのをこううまいこと合わせさせていきたいかなと思います。さあ、うん、マウンドに上がったのは松岡。どこまでミート力パワー上げれるかな、楽しみですね。それも左キラー右キラーみたいなの育てていくのも楽しいでしょうね。そうですね、まあ、流れを変えられないようにしっかり攻めていきたい。あ、そうやって作るのもいいな。右バッターならすごい打率残してるよみたいなね。あ、右ピッチャーならそうやってこう選手を育成するっていうのも一つの手ですよね。ファウルになります。欲しいね。パワーをもうちょっと上げたいかな、やっぱりね。見逃し三振。見えなかったね、今のは。うまかったね。
入ってくるスライダーっていうのほど打ちにくいな、打ちにくいボールないですよね、正直。厄介だね。秋吉くん昨日ヒット打ってるから、いい球ですね。インサイド落ちました。いや、うまい。てかストレートのそのなんていうの、出どころが見にくくなってるっていうのは辛いよね、正直。ストレートマイナス消したいね、早く。いやでも強いね、広島自体が。あれ一岡かな、違うか。今の誰でしょう、見たことあるんやけどな、パッと出てこない。まあいいや、今日は黒田買ってくれましたね。お、鈴木誠也2号。いいね。2試合やって、なんやかやね、2打数、じゃあ、4打数1安打ずつなんで、最終試合、頑張って勝ちに行きましょう。勝ちに行きましょうというか、勝ってるんですけどね。まあ、しっかり何か残せればね、いいかなと思ってます。そうやね。ちょっと待ってよ。どっちでストレートマイナスで消せるんだろう、こっちかな、こっちですね。結構ためなあかんね。とりあえずこれを消したいかなと思います。正直ストレート系が僕一番楽しみなんで、楽しみというか一番好きなボールなんで、それから消していきたいかなと思います。よし、頑張ってそこまでためましょう。まあ、ドーピングとかはしないでいこうかな。しちゃうとね、それこそどんだけ強くでも作れるからね。お、まあ一番好きな選手丸ですからね、僕顔でかいですけどね。頑張っていきましょう。オーダーはこんな感じです。まあ3試合目でフルのが出てくるっていうのはまたヤクルト面白いですよね。ピッチャー陣は揃ってると思うんだけどね、小川くん、石川、立山、八木、そのあたり。まあ荒垣とかはもうちょっとね、伸びしろが終わってるのかなって思う。成瀬二期とかね。成瀬もなんでロッテ時代あんだけ活躍したのにちょっとなんかよく打たれるようになったんでしょうね。やっぱり年でもまだ結構そんな年いってのはまだ30ぐらいですよね、きっと。何が良くないんでしょうね。まあなかなかこうね、ずっと活躍し続けるっていうのは難しいんでしょうね。はい、バッチ。愛のホームランにせずにこう二塁打にするってところら辺がいいですね。ホームランにしたかったけどね、本当のこと言うと。いいよ、ああいう嫉妬をね、いかに伸ばさず打っていくかっていうのが大事だと思うんで、これそのかっこいいね。いいね。ここで先制です。まあさすがというところですよね。なんかホームランより気持ちかった今のあたり。いや、こうやってね打点を積み重ねていきたいかなと思います。でもパワー C だからね、よっぽどな嫉妬が来たら打てると思うんだけど、なかなか難しいのかな。フルのまずは先頭だ、初球陣センターに上がった。今のとかも正直捉えてはいるつもりなんですけどね、まだまだ、甘いかな。広島強いね、それにしても負ける気がしないね。いや、ソフトバンク使ってる時みたいな感じかな、ニュアンス的には。ヒットでランナーを一塁に、真ん中打ちました。ちょっと切れるか、うわ惜しいな。いいよ、面白いよ。インサイド打ち上げました、詰まりながらも左中間へ。マジか、捉えてるつもりなんだけどね、難しいね、なかなか。でも毎試合ヒットは打つっていうね、よし来たよ。こういうところ逃さず打っていきましょう。得点圏打率をね上げていきましょう。無理やりにでもね、無理やりって打たないと変わらないんですけど、ナイスボー。なんとか得点に結びつけたいですね。抜けろ。いや、ヘッドスライディングしてほしかったな。持ってないのかな、持ってると思うんですけどね。いや強いね、相変わらず。てか守護神大瀬良なんだ。完封か、なんや。一時期大瀬良ってあれでしたよね、守護神っていうか中継ぎしてましたよね。今はどうなんでしょう、あんまり広島戦見れてないんですけど、今守護神誰がやってるのかな、一岡とか。いや、なんやかんや。全てによって4打数1安だけど打点はつけてるというね、この得点圏打率の高さ、いいんじゃないかな。もっとねこれから頑張って打っていきたいと思います。
まあね、企画的にはそういう感じ、得点圏打率の男みたいな感じでやっていきたいかなと思っております。よし、次回はねどうしよっかな。巨人戦この辺で取りたいね。この辺かな。でヤクルトは取ったから、5月でもう1個分ぐらい取りたいよね。ってなるとベイスターズ戦かな。ってなるとここのドラゴンズ戦、あと阪神のドラゴンズだもんね。そうだね、このドラゴン、どうする。このドラゴンズ戦取ろっか。そんな感じでやっていきたいかなと思います。結構早めに4月は取っていきたいかなと思ってるので、まあ、ここばっかばって開くけど、そうだね、こっから結構数試合開くけど、ここ取った後にここ、あ、違う、巨人 DNA 取って交流戦に行きましょうか。そんな感じでやっていきたいと思います。まあね、楽しく、新井さんの動画は撮っていきたいかなと思ってるので、頑張っていこう。出た、後ろに見えてるのは若干通天閣かな。でも大阪っぽい人間やけど違うのかな。まあいいや、そんなんは。ということでね、今回これで終わりたいと思います。それでね、ご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけたらと思います。楽しくねやっていきたいと思うので、見ていただけたらなと思います。それでね、ご視聴ありがとうございました。もう言ったね。ではお疲れ様でした。それではね、宗介でした。さようなら。